はい、今回もカード紹介しましょうか。誰やねん、誰やねんかな、やっぱり。なんとなくね、俺記憶に残ってるのはね、これ名前ね、徳良健って言うんですよ。もう結構いい年で。86年でしょ。だから35か6ですね。身長187なんですよ。なんかね、こんだけのガタイ持ってる割にはね、なんかブレイクしなかったですよね、なかなか。今どこいんやろ。今長崎かな。まあそういうね、かもなく不可もなくの選手なんですけど、日本代表にも多分選ばれたことないと思うんですよね。で、なんで記憶に残ってるかって言ったらね、もういつの時代か忘れましたけど、ヴィッセル神戸かどっかにいた時に、ゴール決めて、マリオ・バロテッリに真似したんですよ。ユニフォーム脱いで、なんかね、仁王立ちするみたいな。あれで、のインパクトしかないんですよ。それ以外の記憶、一切ないんですよ。で、どんだけ活躍したとかね。なんか、点々としてるイメージがあるよね。このユニフォームで、これコンサドーレ札幌でしょ。イメージがあるのが、このコンサドーレとヴィッセルぐらいかな。それ以外の記憶ないな。どこでプレイしてたんやろ。よくわからんね。まあ、なんせね、その日本代表に選ばれるような選手じゃないんで、俺も全然まあ記憶ないですけど、そのバロテッリのモノマネをしてたなっていうことで、覚えてるっていうぐらい。ただ身長187あってもね、この前のケンウじゃないけどさ、やっぱこうなんか強いハートと、その体幹っていうの本当の強さ、ただでかいっていうだけじゃなくてね、タッパがあるっていうだけじゃなくて、本当のその強さがね、ないと、やっぱなんかね、どのスポーツでも一緒やかな。野球にしたってサッカーにしたってでかいやつが必ず勝つってわけじゃないからね。でも最低限のフィジカルいるわけでしょ。ねえ、これだけのフィジカル持ちながら、ねえ、彼もそのパッとしなかったわけじゃないですか。記憶にないからね。さあ、プロスポーツってほんとね、難しいよね。まあ、今回はですね、本当にその、まさに誰やねん。誰やねんってやつを紹介しました。はい。徳良健でした。